静岡にある富士スピードウェイで9日、2024クラブマンロードレース第2戦が行われ、チャレンジャーレーシングの長瀬智也さん、45、がバイクレースに出場しました。大会終了後には、カメラの前で取材に応じた理由を語りました。長瀬さんは2021年に芸能界から離れ、現在は自身のインスタグラムなどで、表現者、としてバイクや釣り、 音楽活動について発信フォロワーは190万人を超えていて、その言動が注目されています。大会は、年に3回行われるバイクレースで、この日は1周4563メートルある富士スピードウェイで第2戦が行われました。200台以上のバイクが出走する大きなレースで、各クラスに分かれて競います。長瀬さんは、所属するチーム、 チャレンジャーレーシングのメンバーとしてマックス a c に出場。海外メーカーの車両で挑むレースで、大きな車体が特徴のバガースタイル、ハーレー・ダビッドソン FLTRXST で参加しました。ハーレー・ダビッドソンでなおかつ、バガースタイルの車両でレースに出場するのは珍しいそうで、長瀬さんとバイク仲間たちが提案して実現したということです。 長髪にヒゲといったワイルドな風貌で姿を見せた長瀬さんは午前中に予選そして午後に決勝に出場一周のベストタイムで競うレースで4位となりました大会後取材に応じた長瀬さんは富士スピードウェイは何度も走らせていただいてるんですけど乗ったバイクが初めてのバイクだったので練習を重ねてきたサーキットとはちょっと異なるサーキットだったから まあ次に向けてのいい改善点みたいなものが見つかったかなと思っていて次に向けてそこを楽しみたいというだけですとレースを振り返りました続けて結果としては順位で言ったら僕は4位でしたけどでも何か正直順位じゃないなみたいなところもあってやっぱり自分の思い通りに走れたかどうかみたいなねそこも演技とか歌と同じような気がしますけどねもちろんそれはね 表彰台に登れたら嬉しいですけど、何よりもやっぱ仲間も自分もみんな無事に帰ってきて、やっぱハグする瞬間というのはもうやめられないですねとレースの魅力を語りました。